酒類。酒類は、単に酒、または、鮭ともいい、鮭目の唯一の都がである酒家に属するものあるいは、そのうち酒属に属する魚類の総称。競技には酒、酒は、酒属の酒、白酒、学名、アンコリンカスケタ、を指すが、競技には白酒以外にも、大西洋酒、アトランティックサーモン、ベニ酒、金ンキングサーモンなどの仲間を総称する。 酒家は、伊藤族、イワナ族、サルベリヌス族、サルバリネス、酒族、太平洋酒族、オンコリンクス族、大西洋酒族、サルモ族、アカントリングア族、カワヒメマス族、クレイリング族、テューマルス族、コレゴヌス族、コクチマス族、ワカソ族、サルモティムス族、ステノドゥス族、ブラキミスタクス族、プロソピウム族、ラウンドホワイトフィッシュ族の11族、 約66種以上に分類される。族六68種説もある。10二214種。コレゴヌスアカ、コレゴヌス七78種。ホワイトフィッシュ。シナノユキマス。オオムリ。プロソピウム族6種。ステノドゥス族2種。カワヒメマスアカカワヒメマス族、テュマルス族13種。酒カ、ブラキミスタクス族3種。イトウ族5種。 酒族、太平洋酒族、オンコリンクス族、から、アンドから12種アッシュカからトマス、白酒、ベニ酒、桜マス、ヤマメ、サツキマス、銀酒、マスノスケ、スチールヘッド。大西洋酒族、サルモ族、からアンド43種、ブラウントラウト、大西洋酒。イワナ族、サルベリヌス族、からアンド、イージー、51種アメます。おしおろこま。 宮部ナ、ブルックトラウト、岩名。サルモティムス族から一種、鮭の語源には諸説ある。平安初期に編纂された現存する日本最古の緩和辞書、新戦辞教89、898から901で、すでに鮭という名称が記述されている一方、鮭という名称が出てくるのは、江戸後期の食え物生類無理問答。 1833から44であるので、江戸地との交易で、鮭となまった名称が、本土の交易地、主として、江戸でも広まり、鮭と鮭の呼び名の語源は別だとする意見もある。甲骨魚類の魚の中では、比較的原始的な外観を持つ。鮭か魚類の最初の化石は、ブリティッシュコロンビアの中間指針予知層で、発見されているが、この化石が進化の、 どの段階にあるのかは分かってない。環太平洋で日本16集団、ロシア10集団、北米21集団、韓国1集団の K48 集団のミトコンドリア DNA、マドンナを解析した結果、延期配列中の変異30種発プロタイプを分類し、大きく3つのグープに分けることができた。また、遺伝的な多様性は日本が 最も多く次いで、ロシア、北米の順であった。この結果から、抗議酒族白酒は子日本海を起源として、ロシアから北米へと分布範囲を広げていったと考えられる。ニーブによる研究で、酒族は、東、アジアを起源としているが、マドンナの解析結果もアジア起源を強く示唆している。より進化した種、白酒や、 カラフトマスほど長距離の回遊を行っていると考えられる。一般的に鮭は川で生まれ海に下る。海で数年かけて大きくなり、また生まれた川に戻り、母船回帰散乱した後死亡する。魚種によって回帰性には差があり、マスのスケ、ベニザケは回帰性が強いとされ、支流まで突き止め遡上するが、白ザケやカラフトマスは回帰性が 比較的弱く川を間違え遡上し、迷子酒となる。回帰性があるため、同じ魚種でも母船があるいは海域で、遺伝的特性が異なる。多くの種は一度の産卵活動で生きたエルが、ニジマス、イワナ、イトウなどでは、数年にわたり複数回の産卵活動に参加する。白酒などでは不可、不上後直ちに公開するが、サクラマス、ベニザケ、マスノスケ、 銀酒などでは、一定期間を淡水で過ごし、ある程度成長した個体が、スモルトカスルと公開し海洋生活をそう。公開の目的は、海洋の豊富な餌を捕食することで、より大きな体となり、淡水で成熟した個体より、多くの卵を産卵することにある。つまり、海洋での生活は必須ではなく淡水でも成熟し、繁殖活動を行。って、 通常は、公開する魚種でも何らかの原因で、陸風、河川残留された場合は、淡水中でも成熟し、産卵を行う。水が通り十分な酸素のある砂礫室の川床に、形成された産卵床に産み付けられた、粘着性のない卵は、新魚には保護されず産卵後1ヶ月程度砂礫中で、成長、発岩卵する。卵のを腹部につけた稚魚は、 浮上するまでの数ヶ月卵農中の栄養分のみで成長する。白酒の場合、積酸水温約摂取480度、摂取8度で60日で孵化する。従来は卵農中の栄養分だけで成長するとされてきたが、コレゴヌス族のペリアジ、シナノユキマスではプランクトンを捕食していることが、不可卵の養殖の過程で明らかとなっている。 乱能がなくなった稚魚は 3cm から 5cm 程度に成長すると砂力から出て浮上する。生後しばらくして体側面に反転状の模様が1個または複数個現れた個体をパー、パーと言い,い、反転をパーマーク、パーマークと言う。パーはさらに成長すると銀化、銀化してスモールとスモールとになり、公開を開始する。銀化は一種の変態であり、 皮膚にグアニンが沈着して体色が白くなるとともに、海水環境に適応するための器官が発達する。銀化は、甲状腺ホルモンや成長ホルモン、コルチゾルによって引き起こされる。多くの個体は銀化を経て、海に下るが、中には銀化せずに川に泊まる個体もいる。川を降り海に生活権を求める個体を、航海型、川、湖水に生活権を求めた個体を、 残留型と呼ぶ。かつては、陸風型とも言われたが、同河川で公開するタイプもあるため川に残るタイプを、残留型と呼ぶようになっている。ただし河川によってはダムなどの物理的要因や、下流部の水温の問題、陸風されているものもある。有名なものではベニザケアンコリンカスナーカの、残留型がヒメマスであり、サクラマス、オーマソウの残留型がヤマメである。ただ、 全ての種に、公開型と残留型が存在するわけではない。公開型は残留型よりも、はるかに体が大きく、オスは産卵の際に有利である。しかし、残留型のオスが全く産卵に参加できないわけではない。公開型のペアが産卵しているところに小さな体を活かして忍び寄り、メスが卵を産んだ瞬間に、ペアの間に割り込んで、 公開型のオスよりも先に卵に精子をかけるのである。例えばサクラマスのそれにヤマメガワリコム例がよく知られる。従来は卵を食べる子クライとしてくくられていた実際に繁殖に参加していい産卵現場の卵を捕食することも知られる。このような繁殖戦略を取る個体を一般に生態学の言葉でスニーカーと呼ぶ。音を立てずに忍び寄ることを意味する英語スニーク。 スニークに由来する靴のスニーカーと同じ語である。残留型となる要因は複数あるが単独の要因だけが作用するのではなく複数の要因が作用することもある。公開後の母船回帰までの海洋での海遊経路は魚種により大きく異なる。古い酒か魚類とされる桜マス、サツキマスなどは主に沿岸域を海遊するが新しい酒か魚類とされる カラフトマスやマスノスケは広い海域を回遊する。回遊する海域は日本海、オホーツク海、ベイキング海、北、太平洋で海洋では主に動物性プランクトンを食べて成長するが、伊藤、マスノスケなどは魚食性が強い。ミ、魚肉のサーモンピンクと称される特有の色は餌に含まれる色素に由来しているため養殖魚で 赤色色素を含まない餌を与えると白身の魚肉となる。酒か魚類がどのように川を記憶し帰ってきたことをどのように判断しているのかは長年の謎で遠洋では高精度な生態時計と地磁気コンパスと太陽コンパスにより自分の位置を割り出し回していると考えられている。母船の記憶と特定に関しては最近の研究により徐々に解明されている。 研究によれば、実際に、ベイリング海で捕獲、センサーを付け放流した、白酒は、直線的に、根室まで回帰していた。また、網膜白磁による、視覚妨害や尾行へのワセリン重点を行った、放流魚の調査から、沿岸域を回遊する桜マスでは、視覚と嗅覚により、核化潜水に固有な網の成分、具体的な成分は、不明を識別し回帰し、 塩養を回遊する紅酒では視覚により回帰していると考えられる。さらに、このアミノ酸成分は川床の付着性微生物の集合体であるバイオフィルムが源の一つであることが判明している。また、脳内の甲状腺刺激ホルモン放出ホルモンが母線の匂いの記名に強く関与する可能性が示唆されている。種によって性的な成熟までの期間は異なるが、 通常は2から6年の海洋生活で成熟し、母船回帰する。しかし、通常の個体より早く1年の海洋生活で小型ながら性的に成熟し母船回帰する個体が現れる。この個体を英語では、ジャック、ジャックと呼ぶ。この早熟友は、河川での成長速度の速い個体から出現すると考えられる。一部の早熟友は、 公開せず残留するが、同様な現象は桜マス、公開型から山メ、残留型だけでなく他の酒か魚類でも起きている。また、生成塾によりスモルとかが阻害されることが実験的に確認されている。カラフトマスの遺伝的採は、同じ海記念の河川間の隔たりよりも、海記念による採が大きいことが報告されているが、草熟有の出現により遺伝的採の大きな、 年産間の交流に役立っていると考えられる。白酒をはじめとする多くの種の公開個体は、成熟してから川を登って産卵するまで、絶食状態にあり、筋肉のタンパク質を分解して、エネルギーを得ている。この時期の酒の体内では、糖心性を促進するホルモンである、コルチゾルを盛んに分泌して、タンパク質や脂肪から、エネルギー源になるグリコーゲンを作っている。 そのため大桁やオーナー化など、大半の種は産卵に残りの全エネルギーを使い果たして生き耐えてしまう。ただし、同じ酒かでも大西洋酒族の大西洋酒 S、ソラーや外来魚のブラウントラウトなどは何回も川上りと海ぶりを繰り返せる。同様にコレゴヌス族では、ホワイトフィッシュ、釣り対象として有名、シスコ、シスコ、北米原産、シナノ行きます。 国王原産だが、日本導入時に独自命名。岩名族では、アメマス。伊藤族の伊藤も、複数回の公開、訴状を行う例である。太平洋酒族でも、ニジマスの公開型のスチールヘッド、鉄にこうした生態が知られている。刑事や、時知らずとして知られる個体は、性的に未成熟であるにもかかわらず間違って、訴状をしてしまった個体とされている。 産卵床を形成する場所も種によって異なり、流れが弱い場所で流水性を求めるものと、流れが早い場所で水同士を求めるものがある。川に登る途中の酒や産卵後の息絶えた魚体は、熊や狐など野生動物が冬を越すための貴重な栄養源となる。また川や湖、周囲の森に栄養分をもたらし、 最終的には不可後の稚魚が育つ助けとなる。このように鮭の定期的な素上と死は、川周辺の生態系と一体化し、そのサイクルが成り立つための前提となっており、親個体の死は無駄になるわけではない。人間も、一部地方では死骸を肥料として、利用することがあった。年によっては産卵後の死骸が多すぎて、異臭を放ち、川さらいする必要があるためである。一部の河川では、 ダム建設や近代の工業汚染により酒が遡上しなくなったことからカムバックサーモンキャンペーンが展開されたことがあった豊平川などが有名。酸性雨や温暖化は酒か魚類の種の存続に対し大きな影響を与えている。魚種による差はあるが、酒か魚類は不上地魚器の pH 低下に弱い。河川生活性の高い魚種ほど退散性が高い。 傾向が報告されていて、魚種間では、太平洋酒族、ヒメマス、ホンマス、ニジマスは、耐酸性が低く、大西洋酒族、イワナ、カワマス、ブラウントラウトは、耐酸性が高い。したがって、酸性雨や酸性雪の融雪水による、河川水の pH 低下は、天然河川の生息数の減少だけでなく、絶滅につながる深刻な問題となる可能性がある。 同時に、養殖用水源にも影響を得るため、養殖業者への影響も懸念される。実際に、ヨーロッパやカナダでは、酒か魚類が死滅した水域が多数報告されている。魚種による際はあるが、不可不常期は、摂氏10度程度、稚魚、生魚の生息には、摂氏18度以下の冷涼な水域が生存の必須条件であるため、地球温暖化は深刻な問題となる。 特に台湾に生息する台湾マスは酒か魚類の難原であることから水温の上昇による絶滅が懸念されている。また、日本の在来イワナの内切り口個体群やゴギ、においてももともとは彼らより下流域に生息していたヤマメアマコが水温上昇により上流域へと生息域を広げていることでイワナの生息域が狭められている。今日の日本では 辞書などにおいて日本語の鮭に英語のソーモン、日本語のマスに英語のトラウトが対応するとされている。しかし、この両者の概念の関係は複雑に錯綜している。例えば、日本語でマスの部類として扱われているカラフトマスやサクラマスは、英語ではそれぞれピンクソーモン、またはハンプバックソーモン、チェリーソーモンと呼ばれ、ソーモンとして扱われている。 この問題を解きほぐすには、両言語における正規の要例に遡る必要がある。まず、日本語で元来酒とは白酒アンコリンカスケタのみを指す概念であった。また、マスとは元来の日本語の使用空間であった本州、四国、九州及びその周辺当初において一般的に見られたもう一つの大型酒か魚類、サクラマス。 オーマそうまそうおよびそのアッシュの公開型、高校型であるさつきマスオーマソを石川へ、ビワマスオー、マソうロードリュースを指す概念だったのである。それに対して、英語のソーモンとは、元来、ブリテン諸島に分布する大西洋酒ソルモソラ一種の実を指していたし、トラウトとは、同様にブリテン諸島に分布する、ブラウントラウトエストラタに他ならなかったのである。 これら大西洋酒族の魚類のうち、大西洋酒は大半が公開し、ブラウントラウトやその足群ではごく少数しか公開しない魚であった。しかし、英語を母語とする人々の世界への拡散と植民地建設、明治以降の日本人の認識する世界の拡大によって、それまでイギリス人や日本人が知らなかった酒か魚類に相問、トラウト、酒、 マスといった語が割り振られていったのである。まず、英語圏のアメリカ大陸への拡大によって、英語話者とたくさんの種を要する太平洋酒族、アンコリンカスやブリテン島には見られなかった、ブラウントラウト並みに、大型の岩ナ族サルバリネスとの接触が起きた。そして、大西洋酒同様に航海性の太平洋酒、族の魚には、ソうも 河川残留性の太平洋酒族の魚や一部のイワナ族の魚にはトラウトの故障を当てていったのである。一方、日本では幕末以降日本人の活動領域が北海道、樺渕、千島列島と広がっていくにつれ接触する太平洋酒族の種も増加していった。それ以前から日本近海で漁獲されることもある王ャウイエーチ茶が マスのスケと呼ばれていたように、日本人が新たに接触する大型酒加魚類は、マス扱いで名称が付けられるのが原則であった。その一方で、英語の総門が、ケ、英語のトラウトが、マスと翻訳されるようになると、競技の酒である白酒に加えて、日本人の活動領域であまり見られない太平洋酒族の公開型大種に対して、蒼門の訳語として、 酒扱いの名称が与えられることになった。また、本来の英語の概念拡大の傾向からは、総門扱いとなって、おかしくない桜マスを本義とする、マスがトラウトの役語とされると、英語の概念が日本語に逆流し、マスとは非公開性の酒類の故障であるとの概念が生じてしまった。特に今日の都市部の日本人の多くには、 漁獲が激減しているサクラマスは身近ではなくなり、マスといえば観光地のニジマス釣りの方が想像しやすくなっていると言えよう。そのため海から遡上してくる大きな鮭に清流に住む小さなマスという印象もまた支配的になっている。そのためであるのか昔からマスのスケという歴史とした和名を持つ魚が今日の日本の鮮魚市場では キングサーモンの故障で流通している。また、アメリカ大陸では、ニジマスの公開型で、大型化して遡上する個体を英語でスティールヘッドと呼び習わしてきたが、養殖ニジマスを海に下ろして、公開型として育てたものが、サーモントラウトの商品で流通している。近年大衆的な寿司屋などで見かける、サーモンという種のほとんどはこれらのサーモン類であるため、 鮭の握りというような呼び方は、まずされることがない。日本では、サーモンと総称される、鮭類の年間消費量は、約10万トンに達している。好きな回転寿司ネタで2017年まで6年連続で、主位となるほどの人気、マルハニチロ調べで、東京にはサーモン丼専門店も開業している。こうした需要に対応するため、日本各地では、内陸養殖されるニジマスや、 トラウトサーモンを含めて100種類以上のご当地サーモン、長野県の新州部門などが登場している。なお、肉の色に関して、鮭は赤くて、マスは淡いピンクであるというのもよく言われる説である。蒸気のような商品としての名称の混乱は、見た目にわかりやすい肉の色を優先して名付けること、一因であろう。しかしこの特徴は、後天的なもので、 これは、エビカニといった、甲殻類が持つ、カロテノイド色素であるアスタキサンチンによるものである。ベニサケを、白身の魚肉だけで育てた場合、ほとんど赤くない肉が得られる。ちなみに、オオムギや、ホワイトフィッシュ、シナノユキマスなどのコレゴヌス属は、ビワヒガイやワタカ等のコイカに近い、サケカとは、かけ離れた外貌で、肉質も、タラのように白い身である。 自然状態での産卵期と産卵場所の重複。有名なのは、岩なと山目の交雑魚、川鯖や人工養殖の際に、大病性工場、生産性工場などをもくろみ、医師交配により雑種を生じる。しかし、組み合わせによっては、致死性の雑種を生じ、受精卵が孵化しなかったり、死魚期に停止する組み合わせがある。また、養殖の際は養殖魚が自然界に逃げ出し、 さらなる交雑答えが生じないようにするため、不妊化処理を施した生殖能力を持たない3倍体メスを作出することが多い。中期、同一種の組み合わせは生存。O、生存性、セルバイバビラティ、X、致死性、フェイタラティ。サケウ類は北半球固有の種であり、かつて南半球には存在しなかった。アメリカ合衆国では、 19世紀から北半球の国々と気候、地形が似通った地域を選定し導入を進めてきた経緯があるがニュージーランドでマスノスケ、ブラウントラウトが定着したほかは回帰率が極めて不良で商業的な成功を見ることはなかった。こうした失敗の中でチリは自然放流からニジマスを主とする海面養殖事業へ転換。2005年現在では 世界第2位の養殖出荷後を誇る生産規模へ成長した。薄紅色の肉及び卵であるスジコは様々な料理に用いられる。日本では塩を用いてあらかじめ加工された塩酒の形で消費されることが多いが生のまま調理しても美味である。口述のように刺身での利用も広がりつつある。また日本で鮭、トラウトサーモンとして販売されている。 輸入品酒類の一部は、元来は、自然分布域ではなかった南アメリカ大陸の地理で、日本の国際協力機構、JICA の支援により養殖されたものがあるが、白酒ではなく、海面されたニジマスや銀酒である。元来は、保存目的の塩漬けであるが、保存技術の発達した現在でも、風味などの点から塩で加工される。なお、上記のブラウンマスは、酒の、 国いや、魚業らいのために、外魚扱いされているが、桜マスやビワマスには劣るとはいえ食味は悪くない。また、北海道近海を回遊しているアムール川系の白酒が、掲示の名で流通することがある。これは魚年が若く、清掃、卵巣が未成熟であるものが大半である。海洋産の酒類の肉には寄生虫、アニサキス幼虫がいることがある。 アニサキスは、クジライルカ類を収縮種とする寄生虫であり、サケ類は、アニサキス幼虫に寄生されたオキアミ類を捕食することで感染するため、通常は陸風型のサケ類に、アニサキス幼虫は寄生してない。アニサキス幼虫は高温に弱く、摂氏60度以上で数分間加熱すれば死滅すると、される。また冷凍でもマイナス二十度以下で長時間保存すれば、死滅するため、 厚生労働省では、マイナス20度以下で24時間以上、冷凍することを指導している。近年、チルド輸送技術の発達により、生に近い新鮮な状態の酒類が入手できるため、アニサキス幼虫の感染の危険性は上昇したと考える指揮者もいる。摂氏2度程度では40から50日間行き続けた記録がある。また、酢や塩で死滅させることはできず。 わさびもアニサキス幼虫一匹に対し 100g ほど使用しなければ効果がない。生食する際は十分な注意が必要である。なお、アニサキス規制による症状はアレルギー反応と考えられており、生きた虫体はもちろん加熱して死んだ虫体にも抗原性が残っているので、食べるとアレルギー症を発生する可能性がある。他にもサナダムシ。 列島上虫類の幼虫が寄生していることがある。いずれにしても、養殖技術が発達した現在においては、養殖で育ったものには寄生虫がいる可能性が少ないとはいえ、生殖するのであれば一旦冷凍されたものであることを確認する方が安全である。明治時代の画家、高橋雄一による、油彩画。日本油彩画の金字塔として知られる。高橋雄一は、 鮭の絵を好んで描いており、彼及びその弟子の手による、鮭図は十点ほどが現存する。東京芸術大学所蔵のものは、重要文化財に指定されている。この他に、北海道大学に一点所蔵されている。現在日本国内で遊魚としての鮭釣りが、楽しめるのは、訴状数が国内最大で、魚影も濃いとされる、北海道地域の場合、河川内は元より、 大半が川口制限があるためこの制限範囲以外の公安や海岸等にられる一部許可された区域、期間を除くが豪快な引き味が楽しめる。川口制限の範囲は各都道府県の河川ごとに異なるため注意書きのある看板がある場合はこれに従う。国内ではいくつかの河川で有効利用調査釣りを実施している。これらの河川では行政が管理、運営をし、 事前登録で許可された人が有効利用調査という名目で釣りが許されている。それ以外のものが河川で酒を捕獲すると罰せられる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。